今日はね、8月2日のね、まあ、会社から帰ってきた晩で、ちょっと今近くのね、ダイソーちょっと行ってきて、昨日も会社帰りにいろんなちょっと駅周辺のね100円ショップ行ったんですけど、まあ、探し求めとったボトルがちょっとなかったんで、ちょっといつもね行ってるとスーパーに入ってるねダイソーに行って買ってきました。一応これでね、S4 っていうね、装置を作ろうと思って、S4 っていうのが、スペシャル酸素水素水っていうね、ものを作るためのもので、一応このキャップの裏に、パッキン、ね、シリコンのパッキン入っとって、これをつけたまま運用したら、高圧で飲むね、水とかお茶とか、そんなもんに、水素と酸素をね注入できる装置で、ちょっとこっち側の飲む方のやつだけちょっとパッキン外したら、低圧で注入できるようになりますん で、会社の人がちょっとねちょっと一旦飲んでみるいうことなんで、今から作っていきます。で、作っていく段階でのちょっと動画はちょっと今カメラのセッティングできないんで、一応この電動ドライバーね、4ミリのドリルと6ミリのドリルでここちょうど中心に穴開けて、でこれはニッタムワ製のね、6ミリのエアホースで、これちょっと SMC のジョイントで、ここにはちょっと後でフィルター入れますん で、これは後でちょっと熱処理して先端ちょっと細くしてね、かっこよく出るようにしますんで、あと S4 の元というのはまた後でね、アルミホイルと不織布使って作り方もまた本人に説明しっかりしますん で、これちょっと今回一緒に買ってきたやつね、これS4 の元というのは大体1週間ぐらいで中身交換して行ってもらうんで、中身のやつね抜き出す用の細いペンチ買ってきましたんで、今から作っていきますんで、出来上がったらまたちょっと軽く動画撮っておきますんで、よいしょ。